100歳まで生きる方法、精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。先日ですね、ある本を読んでいたら面白い研究が載っていたんですね。それは100歳以上生きている人がどういう生活習慣や行動をしているかっていうことを調べた研究なんですね。それはアメリカの研究なんですけど、どんな結果になったかっていうとですね、100歳まで生きている人はそのほとんどが最近まで仕事をしていたか今も仕事をしているっていう結論なんですね。えっと思うかもしれませんけど、アメリカって定年制ってないんですね、基本的に。なので自分が辞めたい時にリタイアメントするっていうのがアメリカのやり方なので、例えばレジとか行ってもすごいおばあちゃんみたいのがですね、スーパーとかでレジとかしてます。アメリカに旅行する時に注意して見てたらいいと思うんですけど、そういうことも許される社会なんですね。ですから本当80歳90歳の方っていうのが実際にですね、社会の中でお仕事をしているということがあります。この仕事をしているってことがすごく重要なんですね。皆さんは退職したら老後はのんびり過ごしたいなとかですね、悠々自適に過ごしたいなというふうに思うかもしれませんけど、それが結局老化を進めるということになるんですね。私たちはストレスがない、ストレスフリーがいいというふうに思ってるかもしれませんけど、完全にストレスフリーになっちゃうとですね、弛緩してしまってですね、例えば脳に対する刺激なんかもすごく減ってしまうわけですね。そうなると認知症の原因にもなってしまうし、気が少し張っているのが私たちはむしろ健康な状態というふうに言えるわけです。あるいはやりがいですね、目的、こういったものがないとですね、私たちは本当に生きていくことが非常に難しいんですね。ただ遊びだけしてればですね、幸せかっていうと決してそんなことはないんですね。ですから日本人の場合、多分90、100になってもですね、働き続けるっていうのは、一部の職業は別でしょうけどね、多くのサラリーマンをしてるような人の場合は難しいと思います。そうなった時にやっぱり自分の生きがいとか目的とかですね、そういうもののために時間を使うということが、先ほどの研究に合わせて言うとですね、長生きの秘訣ってことになってくると思うんですね。老後をのんびりしようっていうのは逆に言うと長生きできない一つの生き方というふうになってまいります。ですから皆さんが老後にね、何かこうやりたいミッションというかですね、目的というか、そういうビジョン、そういったものをね、持てるかどうかということ、それに向けて今から準備していくというかね、そういうことが一つの長生きするための方法なんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんも悠々自適の老後じゃないですね、何か自分の夢や目標に向かって頑張り続ける老後っていうのをイメージして、そこに向かってですね、行くと長生きできるんじゃないかと